間違えました。いっぱい間違えました。すみません。こんなもんでいいかな。それ今度は今日はさっちゃんに自分で解説してもらうからテロップで。ここ間違えた、あそこ間違えた。すみません。いっぱい間違えました。そこを言ってもらうから。はいはい。今日のお母さんの演奏は失敗だらけなんです。演奏のダメ出しは自分で入れてくださいね。これはまあ一つの罰ゲームです。こんにちは、アサリオンチャンネルです。2022年に入って1回目の撮影です。毎週アップすると言いながらもう2週間が経ってしまいました。すみません。今日はセルニー、ちょっとほったらかしになってたセルニーの30番から10番を練習したのでそれを発表します。でテーマは分散和音を両手で弾くという、4つの音ですね。これを片手でも弾けるんですけど、それを、左2つ右2つに分けて弾いて、それがあたかも片手で弾いてるかのように聞こえるように流れて、聞いてるとめちゃ簡単そうな曲ですね。めっちゃ簡単そうに聞こえるんですけど、私も結構難しかったです。簡単そうなんですけど音がちょっとずつ変わっていく。で、規則性があるようでないので、メロディーを覚えないといけないのと、ゆっくり弾いていたのでは、どんな曲かがわからなくなるという、そういう感じの曲です。だから、片手で弾けば簡単なことを両手でやるからややこしくなる。結構ややこしいんですよね。そんな感じですか？そうです。そんな感じ。メロディーを頭に入れておかないと、早く弾こうにも弾けないというか、ちょっとした変化がずっと続くので、楽譜を追っていたんだけで、必死で追ってたんでは、なんか、わけわかんなくなるんですよ。だから、ちょっとアンプもしつつ、音も覚えながらやらないといけないっていうのが、ちょっとやっぱりセルニーならではなのかなと思いました。同じに聞こえるけど、一小節ごとになんか、ちょっとずつ変わってる感じですかね。ちょっとずつ変わってんですよね。展開部分とまた違う部分が分かれて、また同じようなところに戻るんですけども、微妙に違ってると。で、ここで初めて出てきたのが、ピアニッシモが出てきました。今までピアニッシモまで出てこなかったんですけど、ものすごく小さい、ピアニッシモのデクレッシェンドみたいな。もう、聞くか聞こえないかみたいな感じの、その音は非常に難しいですね、それ、とても。で、その辺が、音だけを見たら、まあ簡単なんですけど、そこはバイエル。とかの時とはちょっと違う難しいなと思いました。では、ちょっと、まだまだ突っかえるんですけど、弾いてみます。じゃあ、ちょっとまるちゃん、出てもらいます。Thank you.
すいません。いっぱい間違えました。って感じです。すいません。なぜ、あえて早く弾くかというと、ゆっくり弾いてると、どんな曲かがわからなくなって、迷路になって、もっとぐちゃぐちゃになるので、あえてちょっとテンポを落とさずに、間違ってもそのまま行くという感じでやりました。まだ全然仕上がってないんですけど、まあ、こんな感じです。難しかったとこ。微妙に、違う、例えば、とか、こういうところの、ちょっとした変化がちょっと忘れてしまうというか、これ、ほぼ頭に指で覚えた方が簡単というか、楽譜をこう折ってると分かんなくなるんですよ。見たら、この分散のやつって。だから覚えようとするんですけど、なんかところどころちょっと違うところをまた引っかかってしまうということになっておりまして、まだ苦労してます。ほんで、一個直したら次またどこか。そうなんですよ。それとか、パターンもあるんです。同じパターンも。間違えるのも同じパターンです。こういうところとか。でも、ここ、さっき間違えたが、で、その次で行かないといけないのをそのまま同じにやると、わーっとなってしまうという、そんな感じです。もう調子に乗ったら、そうです。3回目やっちゃったりとか。で、まだ、ノーミスで弾くには、まだまだダメなんですけど、まあ、こんな感じという。それで、これでもまだマシになった方という感じなので、ちょっとまた、引き続き練習をしたいと思います。あ、そうそう、それと、なんか、指を上げてたら、もつれます。指は上げないようにやらないといけないっていう、もう、ハイフィンガーではとてもこれは弾けませんっていう。脱力してない。脱力して、鍵盤から指を極力離さないようにして弾くっていう風にしないと弾けません。ピアノ先生もどなたかおっしゃってましたけど。こう、こう上げてたんでは間に合わないんですよ。こういう分散。だから、極力離さないように、練習をするとちょっとはマシになりました。はい。かわいい帽子かぶってたのに紹介してくれなかったからちょっと悲しい丸なのです。僕、お洋服好きだからお袖を通すときちゃんと前足上げるんだよ。偉いでしょう。左手は伴奏、右手はメロディーと役割分担の方が楽なんだって。両手で同じことを分担するのは頭が混乱します。僕もおやつを取るのは片手だよ。お母さん、耳コピー練習中です。コメントありがとうです。いいねとチャンネル登録押してくれたら嬉しいな。次もまた見てくださいね。今日はずっとお座り。頑張りました。また見てねー。